知らなかったですね。知らなかったです。今日初めて知りました。知らなかったです。けどすごい素敵な風習だと思います。もちろんあります。あります。2人とも好きです。大好きです。なんなら2日前ぐらいにも食べました。僕行ってもらいます。フェレロロシュとリモートがすごい雰囲気合うんで、チョコレートとお花もあんまり一緒に渡したことないんですけど、すごくいい組み合わせだと思うので渡したいと思います。もちろんレコちゃんにもお渡ししたいんですけど、お母さんとかいつか娘の女の子とかが生まれた時とかにそういうのいつか渡せるようになりたいなと思います。女性からプレゼントすることってあんまりないんですけど、なんか友人とか私も母とかに感謝の気持ちを込めて贈れたらいいなと思ってます。ありがとう。猫ちゃんのおかげでいつも楽しいです。ありがとうございます。こちらこそ。